はい、どうも皆さん、こんにちは。つんつんです。今日なんですけど、ツイッターでですね、ラジオ動画のネタ募集させていただきました。そしたらですね、いくつかいただいて、皆さんありがとうございます。まあ、徐々にね、消化はしていきたいと思ってます。で、今日はね、早速やっていくのは、まあ、初心者向けにデッキの作り方教えてほしいですっていう風なね、ことがあったので、デッキの作り方についてね、自分の脳内をちょっと整理してみて、で、資料を作ってみたので、話していきたいと思います。まあ、ただ資料つってもね、スライド2枚だけなんですけど、でしかも台本とかも特にないんで、途中もしぐだっちゃったらごめんなさい。ただまあこれ初心者の人からしたらちょっともしかしたら難しいかもしれない。でも基本ベースはこれ、まあ、カードゲーム全部これだと思う。で上級者の人、まあ、上級者の人ってまあ、僕と同じレベルの人だったら同じような考えを持ってるかもしれないですけど、中級者の人とかにとっては結構ためになる話になるんじゃないかなと思います。で、スライドが、まあ、1枚目これなんですけど、まあ、順番としては、一番最初のステップっていうのは、勝筋を決めるってところなんですよ。そのデッキの。で、勝筋決めたら、その勝ち筋につなげるための初動って何があるんだっていうところを決める。で、最後に不純物を入れるっていう風な流れなんですけど、まあ、一個一個話していきます。まあ、勝ち筋を決めるっていうのは、具体的にどういうことなのかっていうと、これですね。フィニッシャーを決めるっていうところです。で、この後例に出すのは、このリゾネーターデッキ。これね、ATM くんっていう僕のチームメイトの子が、直近の大会でね、優勝したリゾネーターレシピなんですけれども、この青枠になってるところね、これが、よいしょ、フィニッシャー枠です。これまあ何が言いたいかっていうと、最後、試合を決めるときに出していくモンスターとかですね、になります。ただ、このフィニッシャーを決めるってところなんですけど、フィニッシャーは多ければ多い方がいいっていうわけでもないんですよ。もちろん1個だけっていうのも良くないと思います。ただ、多ければ多いほどいいわけじゃないんで、基本的には勝ちっていうのは2つ3つぐらいでもう十分だと思います。特に遊戯王のデュエルリンクスの場合は。で、じゃあなんで多ければ多い方がいいわけじゃないかっていうと、次のフェーズに移っていくんですけど、じゃあ勝ち筋決めましたと、2つぐらいの勝ち筋決めましたと、じゃあ、次に初動を決めていきましょう。これ初動って何かっていうと、このフィニッシャーにつなげるためにターン1、要は1ターン目ですね、でプレイする札なんだっていう、まあその辺です。これが初動って、僕は考えてます。でこれが次のスライドの赤い部分ですね、が、そうなります。例えばクリムゾンリゾネーターチューナーとか、あとはワイルドワインドとかで、あとはブルーディーにつなげるためのエアーマンとか、まあそういったところですね、になります。で、この確率はね、結構大事です。初動は今はね、あのスキル安定系のデッキ、スキルでまあ手札が安定する系のデッキめちゃくちゃ多いじゃないですか、リンクスの今の環境だから。ちょっと前、セプスロ全盛期とかは、7割あったらよかったんですよ。僕の中では。基準としては。十分十分みたいな感じだったんですよ。それは、ある程度事故るんですよね。どんだけパワー高い。まあ、パワーが高い代わりに事故るって言った方がいいのかな。っていうのが主流だったんで、今年の1月とかだったら、初動は7割とかで十分だったっす。で、今の、結構初手が安定してるっていうのは、2018年とかの WCS 予選、世界大会の予選とかの時とかって、あれ、リスタートアマゾネスとか多かったんですけど、あれで初動9割とかなんかそんなんだったと思うんですよ。その時の環境に似てるかなと思ってて。で、8割ちょっと少ないな、みたいな。要は、魔導って、そっからちょっと進んだ時の、サイマジが入っている、薄い魔導があったと思うんですけど、あれで8割だったんですよ、大体。グリモバテル引ける確率が。でクレッセンのところの確率とかも考えると、まあ、大体8割ぐらいだったんですけど、8割ギリ、いやーちょっと少ないなーぐらい、そんな感覚なんですよ。今もそれと同じぐらいだから、初動の部分、フィニッシャーにつなげるためにターン1でプレイする札っていうのは、だいたい8割ちょいは欲しいかなーっていう感覚値はあります。でここまで全部決まった後に不純物を入れるっていうところ、これは勝ち筋を通すために、例えばそのギミックを増やすのがいいのか、それとも妨害とか除去を増やす方がいいのか、その辺に依存するっていうところで、これ何も囲ってない、例えばサイクロンとかデスカリバーナイトとか、コーカスとか、その辺がここになります。不純物を入れるっていう風な下りになります。で、もうちょっと深掘りさせてください。まあ、勝ち筋の部分と初動の部分と不純物を入れるっていう部分を、もう一段階ずつちょっと深掘りしていきたいと思ってます。
まず、勝地を決めるってところで、フィニッシャー多ければ多いほどいいわけじゃないってとこあるじゃないですか。これね、理由二つあります。まず、フィニッシャーを、の役を、例えば3つ、4つ、5つ、6つって増やしていくとするじゃないですか。じゃあ、どういう風な弊害があるかっていうと、二つあって、まず、一つ。これはね、起こり得ない場合もあるんだけど、一つ目。一つの勝地が成立するための確率が下がる。例えば、知らぬいとかだったら、物の上1枚が初動とかだったりするじゃないですか。で、リゾネーターデッキは、この、クリムゾンリゾネーターか、レッドリゾネーターか、コールリゾネーター。あ、コールリゾネーターの部分も初動だね。ごめんなさい。こうだね。ここ。これね、ここの9枚を引けてたら、あとは手札入れ替えてワイルドマインド取ってきたらいいんで、いけるんですよ。だから、初動、1枚初動なんですよね。だから、このリゾネーターデッキからすると、このフィニッシャーにつなげるための卓の確率が下がるっていうところは気にしなくていいよ。ただ、じゃあ、別のデッキのパターンで考えてみましょうってなった時に、パって思いつかないんだよな。パって思いつかない。2枚初動のテーマってあるじゃないですか。で、そのデッキって、1枚初動が例えば3枚しかないです。3枚だったら大体先行で 50% 引けるんですよ。で、2枚初動です、あとはってなった時に、その2枚初動のパターンがいっぱい必要になってくれば来るほど、確率っていうのは、ちょっとずつちょっとずつ下がっていったりとかする場合があるんですよね。だから、フィニッシャーが多すぎて逆に勝筋が薄くなるっていうパターンとかがあるので、まあ、その辺はデッキと要素相談かなと思います。で、それは、まあ、デッキによるんだけど、今から次に言うことは、これどのデッキにも共通して言えることで、フィニッシャーを増やすっていうことは、まあ、どのデッキ、まあ、基本的にはって考えてもらったらいいかな。フィニッシャー増やせば増やすほど、この不純物っていう三つ目の項目入れれなくなるんですよ。例えばね、例えばなんですけど、これガイウスとか入ってるじゃないですか。ブルーディー入ってるじゃないですか。じゃあ、別パターン。じゃあ、エレメントセーバーからのレビオニアとかっていう風に考えたりとかした時に、じゃあここにレビオニア入れようってなったら、デッキ枚数増やすか、なんか、狡猾とか抜くかとかになってくるでしょ。例えば、静電3枚ここにいるよ。パンパンパン、月の下サイクロンどっか行ってって。ここね、この段。で、ここ、モーレフ3枚トントントン。ラファイラここにドーン。じゃ、レビオニアトーン。不純物忠告1枚だけでした。これ強いんか？これ別にそんな強くないんですよ。なんでかっていうと、よいしょ。勝筋を通すために、今回は妨害とか除去とかを入れてるんですけど、この勝筋を通すってことを、やめてるから。要は、最終着地点の、その、なんて言うんだろうな、扉は多いんですよ。いっぱいあるんですよ。レビオニアっていう扉増えました。エレメントセーバーっていう、まあエレメントセーバー妨害なのかな。まあいいや。まあ、扉増えました。でも、その扉に繋がるための道を歩いていくときに、敵から攻撃されるわけじゃないですか。で、その敵からの攻撃を守ったりとか、逆にこっち側が敵の、ゴール、扉までの道筋を潰していくっていう妨害だったりだとかっていう札を切ってるわけですよ。ってなると、こっち側はそれは野ざらしにされてるから、妨害は踏むわ、相手の、ギミックは妨害できないわで、結果的に扉にたどり着けなくて負けるっていう風な巻き筋が増えるんですよね。っていうことで、勝筋をまず決めましょうと。いうときに、フィニッシャーを増やしすぎちゃうと、逆に弱くなるよっていう風なお話です。なんで、僕は個人的には、2つ、もしくは3つ、多くて3つぐらいで十分だと思ってます。これだと、勝筋1、レッドライジングドラゴンとかから、インフェリニティデスドラゴンとか、ダークエンドとかに繋げていくっていうパターンですね。これが勝筋1です。で、勝筋2、エアーマンとかからブルーディを取ってくるっていう風な動きです。で、最後、ガイウス。ガイウスで、これだったら、例えばガイウスはワナビに底なしされた場合とか、レッドライジングドラゴンとか枯れた後に出していくと強いよっていう感じです。で、ブルーディはイメージとしては、ワナビに底なしされた後とかだったりだとか、あとはシンクロ体でまず、この、ダークエンドとかインフィニティデスドラゴンとかで罠踏むんですよ。罠踏み切った後に出すブルーディ最強だよね、みたいな。っていう風な勝ち筋になってくるんですよね。っていうぐらいに抑えておく。二つ三つに抑えておくっていうのがいいってところです。
で、次、初動を決めるっていうところ。ここももうちょっと深掘りさせていただきます。さっき、初動で引いていい、初動の割合は8割は欲しいよねって話しました。これね、あくまでね、最低1枚は引く確率を話してるんですよ。で、じゃあ、初動、じゃあ、リゾネーターデッキでこれで話しましょう。リゾネーターデッキで、これ大体じゃあ、めっちゃ仮な話ね。計算しないから、今、思いついたから言ってるだけで。じゃあ、このデッキの初動、9枚引ける確率が 85% だったとしましょう。で、これ9枚入れながら、20枚にちょうど押さえたら、95% まで上がったとしましょう。95% もないはずなんだけどね。仮の話ね。じゃあ、85% の初動ができる。初動っていうか、まあ、クリムゾンリゾネーターとかのリゾネーター下級か、ポールリゾネーター引ける確率が 85% のデッキの方が強いのか、それとも 95% 引ける方が強いのか、どっちの方が強いんですか？これね、結論言っちゃうと、必ずしも 95% が強いとは限らないんですよ。なんでかっていうと、確かに初動で引きたいカードっていうのは、今言ったクリムゾンリゾネーター、レッドリゾネーター、ポールリゾネーター、この3枚です。で、9枚入ってます。でも、このカードが被ったことを考えてください。じゃあ、極端な例言うね。極端な例言うと、初期手札がクリムゾンリゾネーター、クリムゾンリゾネーター、レッドリゾネーター、ポールリゾネーター。これ強いですか？これ強くないですよね。つまり、2枚以上初動が被ると弱くなるデッキっていうのが存在するわけです。それの、まあ、典型例は結構僕はリゾネーターだと思ってます。でね、これってデモンズレゾナンスっていうスキルがあるから2枚までは被っていいんですよ。これやばいよね、このスキル。それがこのスキル強いんですよね。めっちゃ安定するんですよ。下級を引きすぎちゃったら弱いんだけど、引きすぎちゃっても戻せる。だから安定感もあって強いんですよね、このデモンズレゾナンスのスキルが。ちょっと話脱線したんだけど、で、ここで考えなきゃいけないのは、3枚以上クリムゾンリゾネーター、レッドリゾネーター、コールリゾネーター、このカードを3枚以上引いた時に弱くなるわけですよ。手札マイナス1だから実質ね、っていう風な感じなんですよ。じゃあそれを起こり得ないようにするために、確かに初動は 85% しかないけど、でも3枚以上引く確率も 3% しかないってパターンと、 95% 初動あるけど3枚以上引く確率が 30% あるってなった場合、その 30% 分負ける確率があるわけですよ。そこの差分を考えると、必ずしも 95% の初動がいいのかっていうと、そうじゃなくて 85% の方がデッキとして強い場合がある。だからリゾネーターデッキって27枚とかになってるんですよ。ちなみにその初動を担保しながら同時引きを、要は初手かぶりね、初動かぶりがを減らすための方法って2つあって、1つはデッキ枚数を薄くしている状態で初動枚数を削るっていうパターンで、もう一つはデッキを単純に分厚くするっていうパターンで、これ後者の方を取ってるわけなんですけど、まあ理由としてはレッドリゾネーターは2枚は欲しいよねみたいなところとかがあるから、これ減らせて8枚とかになるんですよ。だからそれだったら増やそうっていう風な理論だと思います。で、僕だったらレッドリゾネーター2のクリムゾンリゾネーター3にして、例えば今環境狡猾引き手みたいな、狡猾以外の罠ゴミ、じゃあもう狡猾引くために何としても20枚にしたいってなったら、僕だったらこのコールリゾネーター減らすかもしれないですっていう風なところっていうわけで、ちょっと話しすぎちゃったかもしれないんだけど、勝ち筋を決めるっていうところの次に話したのは初動を決めるってところで、初動は被りすぎちゃって弱い場合は初動引ける確率だけを計算しちゃダメだよっていうところの、お話でした。で、最後不純物を入れるっていうところなんですけど、もうちょっと話すと、勝ち筋を通すためにギミックを増やすのがいいのか。例えばこれクリストロンとかそうなんですけど、あとテックジーナスとかもそう。シンクロフライトコントロールのテックジーナスって不純物引きすぎちゃうと動けなくなったりするんですよ。手札、所定手札3枚不純物です。どうしますか？クソ事故やんって感じなんですよね。で、要は勝ち筋を、ガンガン、通すために、もうメインギミック、モンスターカードとかいっぱい入れて、メインギミックをいっぱい増やしていった方がいいのか。これね、ティア1デッキとか、すごい展開するデッキとかだったら、こっちの卓の方がいいと思います。まあ、ヘイローさんとかは結構、この手のデッキが好きかなと思います。でも、パワーが足りないデッキとか、メタビ的なデッキとかね、例えば。とか、
あとはティア1じゃないんだよな、あの環境に勝てない相手がいるんだよな、どうしてもとかっていう場合とかあるでしょ。その場合ってメインギミックを増やしていけば増やしていくほどどうなりますかっていうと弱くなるんですよ。勝てないデッキには一生勝てないから、それ相性差を拡大させるっていう選択、まあ手法なんですよ、ね、じゃなくて相性差をなくすっていう手法を取らなきゃいけないデッキもあります。まあこれは僕が好きなわなびとこなんですけど、ってなると妨害とか除去を増やす方がいいってなってくるんですよね。この辺のバランスを見つけるのが難しい。だから勝ち筋を決める、初動を決めるっていう風な話とかした後に、まあ大体これで大会とかでテンプレデッキとか出てくると思うんですけど、あとはここの不純物どうするか、1枚増やした方がいいのか抜いた方がいいのか、そういうのを考えていくのが、まあデッキ作りの、まあガチ勢なりの楽しみ方かなと思うんですけど、でそれで言うと今回はサイクロン2の、月の書さんの小津沙1で、高活への中国1みたいなところじゃないですか。これをじゃあ話すと、相手を妨害する札っていうのは基本的には月の書と、高活と中国でしょ。で、こっち側の、活筋を通すための除去札っていうのがサイクとコズ。まあ一応ね、あの走破するガイアとかあるから、このサイクコズも妨害の役目にはなってるっちゃなってるんだけど、まあただ言えるのは、まあ、基本的には自分の動きを展開するための札でしょ。ティアワンデッキってこの辺の札が増えてくると思うんですよ。で、月の書とか高活とか忠告とかっていうのは妨害する札なんで、ここの枚数を増やした方がいいのか減らした方がいいのか、それともこれがちょうどいい、バランスなのかみたいなこととかを考えながらデッキ構築していくといいですよっていったところになります。でまあなんかもうちょっとこの辺いろいろ話そうかなと思ったんだけど、まあ、多分もうこれで、時間がね結構話しちゃってて、もうみんなお腹いっぱいだと思うから、まあこの辺で終わろうかなと思います。というわけで、今日はデッキの作り方についてねちょっとお話をさせていただきました。まあ、参考になったりね、いい暇つぶしになったよっていう人いたら、ぜひぜひ高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきましてありがとうございました。